はい、ということで韓国版セブンナイトにて最強のパーティーの一つクリス軍の説明でした。先週のね、第3回レジェンドマッチで優勝した方のパーティーを参考にさせていただきました。戦い方のね、詳しい様子は概要欄に貼っておきますので目を通してみてください。まあ、ニコが思うこのパーティーの強みはですね、どのパーティーにも序盤は免疫や無効化などの削り合いが多い中、その序盤でニアの関連クリス・ノックスの即死でリードができることですかね。あとは一度でいいからやってみたいクリスの覚醒スキル、これがですね男のロマンですよね。ただこのパーティーの辛いところは全員覚醒が必要っていうところですかね。ですが最近韓国版が流行っているので、ぜひ始めたばかりの人は2つの最強パーティーを目指してみてはいかがでしょうか。では以上ニコでした。ありがとうございました。